サンシュアンデリオは、スペイン、ガリシア州、オーレン世間の自治体。コマルカダテーラーでトリーベスに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は708人で、ある。住民故障は、リース、エサ。カスティーリア語表記は、サンファンデルリオ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.36%に0に1年。 サンシュアンデリオは、オーレン世間の北東部に位置し、コマルカダテーラーでトリーベスに属する。北は、ルーゴ県のリバスでシルと、東から南にかけては、ポブラデトリーベスと、南は、チャンドレーシャでケ斜シャと、西は、カストロカルデイラスの各自治体と接する。サンシュアンデリオはと、ポブラデトリーベス四方管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。 住民は9の教区の59の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア国民党のヘラルド・ロドリゲス・ド・ミンエス。自治体評議員は、ガリシア国民党。3、ガリシア社会党。2、ガリシア民族主義ブロック。2となっている。参書案でリオは9の教区に分けられている。ありがとうございます。